おはようございます。阿部義俊です。今回は以前買った文房具の中で、これはインディグラフというスケッチ用の万年筆です。ずいぶん前に買って、ずいぶん前に初開封レビューみたいなことをやったんですけど、その後使い込んでみて、改めてなんていうか知見がたまったというか、どういうペンなのかがだんだん分かってきたので、改めてちょっとレビューのようなことをやってみようと思います。昔撮った時よりはもうちょっと喋れることが増えたかなと思います。で、まずこれはインディグラフというメーカーが作ってるインディグラフという万年筆です。スケッチ用に作られたという、珍しい万年筆で、ちょっとペン先が例えばどこ製なのかとかよくわからないですけど、非常に万年筆特有の滑らかな書き味でありながら、漫画用の G ペンとか丸ペンとか、そこまで細くはないですけど、でも、万年筆の中ではかなり細い線が引けて、でかつ G ペンとか丸ペンとか漫画用のペンはペンポイントがないんで、金属のその尖ったそのペン先を直接紙に押し当ててグッと書くんで、紙をこうガリガリ削るような感じの書き味で、決して滑らかではないんですよね。こいつは細さと滑らかさをこうギリギリのところでうまく両立させていて、書いていて気持ちが良くて、かつその漫画の描写にも使えるような細い線が引けて、で筆圧で線の強弱がある程度つけられてというようなところを、その絶妙なラインで満たしている万年筆ってことになります。こういう今このペンの模写をしてますけど、このペンの中のちょっとした溝とか切り割りのようなものが、ちょっと描写できてしまうぐらい、細い線を引こうと思うと細い線が引けるんですよね。それが、結構すごいことで、もうちょっとこのクリップの部分が高かった、よいしょ、インディグラフに確か太さがいくつかあったり、筆ニブみたいなもののタイプもあったと思うんで、いつかちょっと余裕が出たら他のタイプもちょっと買ってみたいというぐらい、自分が持ってる万年筆の中で1本しか持てないとしたらみたいな時に、候補に上がる、最終的にこいつになるか、他にも愛着のあるとか気に入ってるペンがいろいろあるんで、最後の1本に残る可能性が非常に高いペンという感じですね。でスケッチ用の、万年筆ではあるんですけど、普通に全然今こうして字を書いたりもしてますけど、字を書くのにも、全然おすすめできる、書き味のペンです。で、そう、買った日は最初のレビューをやった時にはちょっとこのインクのフローが安定しなくてすごいかすれてたんですよね。それで結構ね、半日ぐらいこう掛け編みみたいなのをガリ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 書き続けたりなんかして、それは単にこいつがインクのフローが安定するのに時間がかかるのを待ちきれないでガリガリやってたのか、それとも自分がそのガリガリたくさん線を引いたおかげでフローが安定して書けるようになったのかはちょっとよくわからないんで、そういう部分で言うと、あるいはその僕のたまたまの個体差で、他のロットであれば、もしかしたらもっとそんなインクのフローが安定するのに時間がかかるみたいなことはなかったのかもしれないんですけど、とりあえずそういえば初めて買った時にはいけない、なんか右を丸、左を×にしようと思ったら、こっち丸かしら、なんかね、喋りながら書こうとすると嫌だな、このさっきパワーショット V10 のやっぱこういう同じような図を書こうとして、そっちは右が丸、左が×だったんですよね。逆にしちゃった。もうちょっとこいつのペンの基本的な性能みたいなものにお話をしておくと、インクの吸入方式はコンバーター式で、多分これヨーロッパ式だと思うんで、普通にカートリッジを入れることもできると思うんですけど、基本的にはコンバーター式ですね。で、こいつのスケッチ用って言われてるのは、今説明したみたいなそのペン先がっていうのももちろんあるんですけど、それ以上にこの面白い特徴として、ここにペンを収納している方のキャップの部分の先端にさらにこの一つネジで仕切ったエリアがあって、ここがですね、開けるとス
水が今満タンではなかったんであれですけど、その水が入ってるのがわかるでしょうか。出さなきゃ、今ここで、垂れた垂れた、結構入ってた。ここに水を入れるタンクがあってですね、でこの部分に薄いフィルムで仕切られていて、でこのペンをキャップで収納するじゃないですか。そうするとこのフィルムので仕切られたところからじわじわと水が染み出してきて、このペンのキャップのこの中の空間を常に湿度が高い状態に保ってくれて、それでインクが乾かないんですね。そのインクが乾かない仕組みとしては有名なのは、プラチナ万年筆のスリップシール機構というのがあって、それは、このキャップの中の気密性がすごく高くて、うまくこう仕切りがあって、ペン先の余計な空間がなるべくないように作られているせいで、ペン先が触れる空気の量が少ないので、なかなかペン先が乾かないとか、多分そういう仕組みだと思うんですけど、こいつはそうじゃなくて、もうなんか物理的にここにから常に水がにじみ出してきていて、湿度が高くて中が乾かないという仕組みになっています。でそのおかげでこいつは、カーボン系の顔料系の、インクを普通に入れて使うことができて、顔料系のインクというのは、耐水性が高くて、例えば水彩絵の具の下書きに使うみたいなことができるので、非常に便利なんですけど、その分、一度乾いてしまうと、例えばこのペン先のところでインクが乾いてしまったり、このペン芯の部分とか、この軸の中とかで、インクが乾いてしまうと、すごくインク詰まりを起こしやすくて、で普通の万年筆だと顔料系の、インクっていうのはなかなか使えないんですね。で、こいつはだから、その顔料系のインクが、なんていうかな、そういう心配をあまりせずに使うことができて、で現にこれも今、顔料系のインクが入ってます。プラチナのカーボンインクかな、カーセーラーのキワグロってやつか、どっちかを今入れてます。今どっち入れたか忘れてしまって、インクを補充するたびにそのどっちかを、交代交代で入れて、今比較をやってたんですけど、でメモってたはずなんですけど、ちょっとメモがどっか行ってしまって、今どっちを入れたのかちょっと分かんなくなってますけど、まあとりあえずこいつはだから非常に耐水性の高い顔料系のインクを、入れて使うことができると。で、なんていうか、工業製品としても非常に作りのなんか精度が高い感じがするのがすごく、自分では気に入っていて、このネジとかもなんかね、開けてみるとわかると思うんですけど、なんかね、精度が高いんですよ。なんかその目の細かいこのネジが、全くなんかこう余計な当たり方をせずに、スルッとぴったり同じ形になっていて、こうスルッと回っていく感じがあって、それが非常に使っていて気持ちがいいところですね。ただ、空気になったポイントとしては、ここにボディ側のこの、メインの軸側のそのがあって、真ん中になんかこの、メーカーのロゴが入ってるキャップ、リングがあって、でキャップがあるじゃないですか。うまくひねらないとキャップを開けるつもりでこっちが開いちゃうんですよ。で、これを防ぐためには、このリングの部分をしっかりと指で挟んで、うっかり回らないようにしながら、こっちをクッと、開けなきゃいけなくて、これは、個人的にはちょっと、地味に気になるポイントかなと思います。あとはこれも、最終的に今使っていて全然気にならないですけど、初めて使った時はこう普通に持つじゃないですか。ちょうど持つ部分がネジなんですよね。このネジの溝の部分に手を当てることになるんで、ちょっと指が当たって、痛くはないですけど、でも気になるっちゃ気になる。これ長時間やってると、特にこの中指のここにすごいペンダコがなんかできやすい気がしますね。この溝の硬い、みぞみぞした部分を指にずっと押し当ててるんで。で、それはまあなんかちょっと、気になるっちゃ気になりました。でもなんか、ペンダコはその、なんでしょう、漫画家のなんか誇りみたいなところあるんで、でっかいペンダコが できないいいことなのかもしれないですけどね。書き味的には細さから考えると、大体ペン先が細ければ細いほどちょっとカリカリした書き味になるんですけど、割とびっくりするぐらい滑らかで。で、これも最初のレビューの動画でも喋ったんですけど、こいつのペンのその特徴として、このインディグラフの、YouTube の公式サイトがあって、そこで実際に絵を描いてるところとかを紹介してる動画があるんですけど、その時に万年筆のペン先って、まあ基本的には上から下に描くもんなんで、下から上に描くと、紙を引っ掛けちゃったりすることが、
よくあって、だこいつはなんかね、その紹介動画の中で見ていたら、割と筆圧高めで、下から上にこうグーッと線を引いても、なんか引っかかる感じがなくて、滑らかにシュッと、なんていうかな、絵を描く時の線というか、なんかいい線を引きながら、下から上にこう線を引いてる場面があったんですよ。で、僕はそれを見た時に、あ、なんかこれ、このペンは良さそうだと思って購入を決めたんですけど、今それを、実践しようと思って下から書いたら、これ紙がめちゃめちゃ薄いのと、下敷きを入れてなかったんで、ちょっと引っかかってしまって、かっこ悪かったんですけど、まあ、どの向きに書いても、その滑らかさが割と保たれてるんですよね。その上から下に引く時だけではなくて、そこがまあやっぱりスケッチ用のペンとして作られたのかなという、ところかなと思います。あとは細さに関して、これもなんか微妙なところなんだけど、万年筆ってやっぱりある一定以上のその細さにはならないというか、中にそのさっきも言ったようにペンポイントっていう、このペンを横から見た時に、なんかそのここにペン芯とかがこうあったりして、ここにあって、か切り割りがあって、ハート穴があってみたいになってるじゃないですか。ここの先にこうペンポイントっていう金属があって、この部分がその硬いイリジウムとかの金属で、その部分が紙に当たるんで、ペン先が摩耗しないようになってるんですね。こいつももう目は悪くて分かんないけど、おそらくちゃんとペンポイント自体はあると思うんですけど、にもかかわらずその細さが保たれていて、かつその今説明したみたいに、そのペンポイントがあるんで、ある一定以上の細さに書くことって万年筆ってあんまやっぱできないんですよ。だけどこいつは自重でこのペンの重さだけで線を引いた時の、太さがまあこのぐらいだとすると、ちょっと自分で自重を今引いちゃったけど下げてあげて、薄く線を引くことで、もっと細い線が引けるんですよ。これがだから、コントロールがめちゃめちゃ難しいんで、これがそのこいつの機能として簡単に言えるもんではないんですけど、普通の万年筆だと、筆圧を要するに自重よりを自分の手でマイナスしてあげることで、より軽くしてあげたところでかすれるって全然出ないか、同じ太さの線が出る場合が多いんですよ。こいつはもっとはっきりとコントロールできる形で、筆圧を下げた時に、より細い線が引けて、これがなんだろうな、最近気づいたんだけど、こいつはなんか絵描きやすいんですよ。で、それは多分このせいなんですよね。だから自分も、ちょっと細い線が引きたい時に、そのペンの自重をマイナスしてあげるような形で、ちょっと持ち上げ気味に、描くことで、細い線が引けて、これがだからそのペンのコントロールの幅が普通の万年筆よりも圧倒的に高いところで、そういうところがこのインディグラフの、まあ、いいとこかなと思います。あとは本当に純粋に描き味が、これもなんか絵描きのなんか引き目なのみたいな、なんか描き味がいいんですよ。で、自分としては、僕はもともとだから、そのなんかスケッチとかができるようになったらいいなと思って、マネスいろいろ探し始めたところがあるんで、割と最初の段階でだからゴールに行き着いちゃったっていうか、今のところこれを超えるような、絵を描くのに適してるペンっていうのは出てこなくて、逆に言うとだからこいつがベンチマークになっていて、なんかこれを超える描き味のものは作れないかなと思って、この間みたいにそのペン先をその職人の方に頼んで、ちょっと研いでもらうみたいなことをやったりして、いろいろより絵を描けるペンを探してはいるんですけど、でも今のところ多分こいつが一番だし、最終的にこれが終着点になっちゃいそうな気はしています。まあそういう自分の中でのお気に入りのペンではあります。欠点を挙げると、さっき言ったみたいにここがちょっと指に当たるっていうのと、首軸が細いんで、好みで言うと、あとここぐらいの太さがあってくれた方が持ちやすくて、ここ細くしないでほしかったなっていうのはちょっとあります。でも思いつくの、あとはだからそのさっき言ったみたいに、キャップを、開けるときにちょっとコツがいって、普通にくるくる開けると、こっちが開いて、コンバーターが顔を出しちゃうっていうようなことがちょっとあるかなと思います。ただ思いつく欠点って本当それぐらいで、書き味にせよ、使い勝手にせよ、僕の大好きなこういう水がにじみ出してペン先の湿度をキープしてくれるみたいな、ガジェット好きが好みそうな面白機能みたいなのも含めて、全体的に、非常に絵を描くのには、適してるマネしてじゃないかなと思います。喋りながら、今喋ってるようなことをここにどんどん書いていくっていう動画にしたかったんだけど、喋っちゃうとやっぱ書けないですね。そうか、やっぱなんか書くことと、まあ当たり前か。
ということで、なんかあんまり初回の説明とこう説明の内容が、まあ、進化しなかったけど、まあ、書き味なんかも含めて自分の中では非常に気に入っている万年筆で、絵を描いてみたいという人には1本目の万年筆としては、他の動画でも繰り返し言ってるけど、こいつはなんか漫画用の、G ペンがもうまんま入っている、そのオスプレイというメーカーのマディソンという、万年筆ですけど、まあ、こいつもそういう意味ではもう漫画用の G ペンが入ってるんで、その間違いないんですけど、そうだな、なんかただこいつは結構インク詰まりやすかったりとか、ていうか、まあこれは特に、だからそうそう、これは僕もこいつにもだからその漫画線が引きたかったんで、カーボンの顔料のインクを入れてるんですよ。で今出てるけど、ちょっと不意に詰まったりはしますね。なのでそういう点では水彩画の線画に使いたいみたいな人は、割とそのトップクラスにおすすめの顔料系のインクを普通に入れられて、漫画に使えるような細い線が引けて、さらにだから筆圧を弱くすることで、普通に引くよりもさらに細い線が引けて、筆圧の強弱で太い線もある程度引くことができて、筆圧に関してはその劇的にフレックスニブみたいな劇的に太い線ではないんですけど、でもやっぱ明らかに筆圧をかけると明らかに一段太い線が引けるのと、これただからさっき言ったみたいに筆圧を下げることで、ちょっと細い線がかすり気味になったりするんで、万能ではないんだけど、特に細い線が引きたい時ってこうやって斜線を入れたりとか、そのこの目を描く時のなんかその細かい描写に使いたい時とかなんで、こいつはだから裏書きってよくやる、そのこのペンをひっくり返すと もちろんちょっと細い線引けるんで、これとうまく使い分けですけど、そうだな、ね、細い線を引くこともできて、という割と万能の、マネースになります。値段がね結構1万円以上するんで、気軽にホイホイとおすすめもできないですけど、そういう意味ではこの3000円ぐらいで買える、送料があるんでちょっと高いかもしれないけど、まあマディソンとどっちがいいのかっていうのは難しいところですけど、作りのしっかりしてるところとか含めて、全体的に隙のない、素晴らしい万年筆でした。というわけでインディグラフという万年筆の紹介でした。ありがとうございました。ではでは。